コウッテ王国は15世紀から16世紀にかけてスリランカに存在した王国。首都はスリランカ西海岸のコウッテ。コッテ王国とも。コウッテ王国はスリランカ全土を支配した最後のシンハラ王国である。首都コウッテの地図コウッテの地に初めて要塞を築いたのはガンポラ王国の大臣アラカイスワラである。ビクラマバーフ3世の知性のもと。 西海岸における北方からの侵略者を追い詰めるために要塞が建設された。1411年の明、スズラン山国戦争でライガマ王国はテーに破れ、荒返スワラ王が中国の明に連れ去られて王国は滅亡した。1412年にライガマ王国のパラクラマバーフロクセイは民の支援で即位し、大きな沼地に囲まれ防御に適した、この地を首都として整備し、 1415年に王国の首都を皇帝と戦とした。王は要塞を強化し、さらに新しい王宮を建設した。彼は、ビジャヤナガル王国とジャフナ王国に対して厳しい姿勢を示し、ワンニ地方を取得するとその地に王に忠実なリーダーを置いた。1450年にはついに北方のジャフナ王国を征服し、スリランカ全土の統一に成功した。 しかしパラクラマバーフ6世の死後は地方の力が強くなり、1469年には中部山岳地域でキャンディ王国が成立した。1505年にはコロンボの地にポルトガルが上陸。彼らは当初安全な交易を求めていただけだったが、後に王国の歴史に大きな影響を及ぼすことになる。1521年に内紛により王国は3つに分裂。 そのうちの一つであるシーターワカ王国が地方の支援を受け勢力を伸ばしたため、コって王国はポルトガルに支援を求めた。1565年、最後の王ダルマパーラは、度重なるシーターワカ王国の攻撃から、ついに首都コってを放棄、ポルトガルが守るコロンボへと逃れた。コって王国の領土の大半はシーターワカ王国へと併合されたが、 そのシーターは歌王国も1594年にポルトガルにより滅ぼされ、王国の領土は最終的にポルトガルにより支配されることとなった。1597年、ダルマパーラの死と共に、孔って王国は公式にポルトガルへと引き渡され、名実ともに孔って王国は滅亡した。ありがとうございます。